皆様、本日はプロジェクトヒストリー日体環境協力人と人の絆で紡いだ35年出版記念セミナーにご参加をいただき誠にありがとうございます。本日司会を務めます JICA 尾形研究所の美山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は本書の内容をご説明するとともに、本書の成果と課題および今後の取り組み等について多層かつ複眼的に浮き彫りにし、国際協力における信頼関係の構築、維持、継承について、3名の元 JICA 専門家の執筆者の方々および有識者の方々を招いて議論を展開いたします。まずはじめに JICA 尾形研究所所長の高原明夫より挨拶申し上げます。高原所長、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。JICA 尾形貞子平和開発研究所研究所長の高原と申します。この度は本セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。コロナウイルス感染症による影響を受けて、対面でのセミナーは約2年以上開催しておりませんでしたが、今回久しぶりに一般の一部の参加者の方にもご来館いただきまして、オンラインと会場参加のハイブリッドでセミナーを開催する運びとなりました。JICA 尾形貞子平和開発研究所では、これまで行ってきた JICA の事業を振り返り、その軌跡と成果を分析してまとめた書籍、プロジェクトヒストリーシリーズを刊行しております。同シリーズでは、JICA の公式な報告書では決して取り上げられることのないプロジェクト当事者の視点から見た現場での活動の実際、その苦労、そして思いを臨場感のあふれる物語として描き出しています。本日開催いたしますのは、同シリーズの第29弾として刊行した書籍、日体環境協力、人と人の絆で紡いだ35年の出版記念セミナーでございます。同書はタイトルの通り、35年にも及ぶ日本とタイの環境協力の歴史を紹介しながら、日本とタイの関係者たちの関係の深化、また彼らの間に生まれた信頼について述べており、その物語は私たちを大いに啓発してくれるものでございます。執筆者の3名の皆様、福田宗弘さん、関総一郎さん、渡辺誠二さんは、タイにおける環境協力の要となった環境研究研修センター ERTC の設立準備から創設、またその後の発展までを支えられた専門家の方々です。本日は皆様、会場でご参加されていらっしゃいます。お三人はタイでのご経験に基づく有益な学びを、これからの開発協力事業を担う人たちにも知ってもらいたい、また考えてもらいたいとの熱い思いから同書を執筆されました。また本日のセミナーにも同様の思いでご登壇されることと拝察いたします。日本が開発協力を始めてから6年以上が経過し、開発協力の在り方やそれを取り巻く環境は大きく変化しています。著者の一人であり、後ほど書籍紹介をされる福田さんは、書籍の中でご自身について、古い世代の専門家の生き残りと言われることが多いと述べていらっしゃいます。古い世代の専門家が何を意味するのか、おそらく情熱的で人情に厚く、プロジェクトの評価の枠組みにとどまらない、人に主軸を置いた活動をされる専門家ではないでしょうか。著者の3名の皆様は、プロジェクトの成否を決するのは、人と人との信頼関係だと強調されていらっしゃいます。本日のセミナーでも、信頼が大きなテーマとなっています。まず、執筆者の中心となった福田さんより、書籍の内容をご紹介いただきます。続くパネルディスカッションでは、信頼関係の共有と継承をテーマに、著者の関さんに加えて、専門家としてタイ環境協力に関わってこられた大阪府緑校舎の田中さんと、北九州市立大学の角上先生をお迎えして、
専門家、大使館、学会、タイ側カウンターパート等各アクターの役割について議論いたします。さらにその次の座談会では信頼関係の構築をテーマとして日台環境協力の母と呼ばれる ERTC 初代所長のモンチップさん、長年タイ環境協力に携わってこられているカウンターパートのデチャさんにタイからご参加いただき、専門家として前線でご活躍されている X 都市研究所の高橋さん、日本公営の菱田さんとともに議論を行います。ぜひ本セミナーを通じて日台環境協力の事例から多くのヒントを得ていただければ幸いです。またパネルディスカッションと座談会の後に質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご質問をお寄せいただければと思います。本日は何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。高原所長、どうもありがとうございました。続きましてパネルディスカッション、信頼関係の共有と継承、さまざまなステークホルダーの視点からに移らせていただきます。パネリストの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。本日パネルディスカッションのモデレーターを務めさせていただきます JICA 研究所の JICA 尾形研究所の足立と申します。本日はよろしくお願い申し上げます。まず時間もないこともありまして、私の方から登壇者のご紹介をさせていただきたいと思います。私から左、皆様の方から向かって右側から、まずプロジェクトヒストリー著者の福田宗博様、続きましてプロジェクトヒストリー著者でありまして公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター理事長の関総一郎様、一般財団法人北九州市立大学名誉教授門上清夫様、一般財団法人大阪府緑校舎サブマネージャーの田中秀穂様、本日この私プラス4名の登壇者におきましてこのセッションを進めさせていただきたいと思います。では最初にまず本書の執筆代表者として福田宗博様より書籍紹介の方よろしくお願いいたします。今ご紹介をいただきました福田宗博です。最初に本書執筆させていただく機会をいただき、でまた本日このようなセミナーでお話しさせていただく機会をいただいたことに関係者の皆様に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。まず本書の中身についてなんですけれども、本書一応3部構成になっておりまして、第1部はいわゆる日本初の環境センタープロジェクト第1号となりました ERTC 環境研究研修センターですけれども、これの計画段階からそれからいわゆる初期の協力期間の終了まで1980年代半ばから1990年の末ぐらいまで年代の末ぐらいまでを対象にしたのが第1部でございます。これを3人の専門家の視点で物語として描いております。で、まあ最初のそういった環境センタープロジェクトということで、正解のない中で各専門家が知恵を絞っていろんな活動をしてきたという物語でございます。で、第2部は同じく日本のこうした環境協力としては最初となる政策協力、まあ、初期の第1期の ERTC が基盤的な要素の技術点ということだったとすれば、その次に続く政策協力ということで、VOCS ボラタイルオーガニックコンパウンド、揮発性有機化合物、こうしたものの環境基準排出基準を作る、そういったプロジェクト、最初のプロジェクトについての物語、そこから始まる物語でございます。年代的には2000年代の半ばから、ごく最近の2021年ぐらいまで、これをカバーしたのが第2部でございます。第3部は実際の物語ではなしに、そうした物語を受けて、
将来の協力に向けて、何か考えたいなということで座談会を含めてまとめた形になっております。で、中には要所要所主要な著者3人以外の人間による個別のエピソードも多く含むような形になっております。これが大体の構成でございます。で、本書の狙いといいますか読み方としては3つございまして、一番最初のオーソドックスな読み方というのはやはりこれが日本の環境協力のいろんな意味で先駆けになってきた、一番最初に申し上げました最初の環境センタープロジェクトとしての ERTC、 これの計画段階から実施に至るまで、それも視点としては現場の専門家だけではなしに日本の環境庁、JICA の本部、そういったところの視点も含めながら描いた物語であるということで、第2部も先ほど申し上げましたように最初の政策協力としての環境協力、無用紙環境基準の設定、あるいはPRTR 制度の構築支援、そういったもののストーリーを描いたものになっております。やはり一番ぜひ読んでいただきたいのは2つともにですね、前例のない正解のないところでのその専門家の奮闘、その中で現地のカウンターパートと議論し共同し、場合によれば非常に大きな衝突もしながら信頼関係を育ててきたというところでございます。で、カウンターパート出場して終わりっていうわけではなしに、その後のストーリーで何回も何回も登場される方が多いです。まさに人と人とのつながりが作ってきた協力ということが言えると思います。2つ目の読み方は、タイにおける産業構造が非常に高度化してきた、その高度化に伴って、環境問題もいろいろ複雑化してきたわけですけれども、それに対応する形で JICA の協力もどう変わってきたか、そういう視点で読んでいける、いわゆる他の途上国にとっても普遍性のある形で読めるケーススタディということになっていると思います。最後の読み方ですけれども、これは非常にちょっと国際協力に関わる専門家コンサルタントというのはマニアックな部分なんですけれども、いわゆる直営専門家、それからコンサルタント系専門家、こういった形で専門家が事業に取り組むいろんなその限界であるとか様式、こういったようなものがこの35年の間に非常に大きく変わってきております。で、そういった中で信頼関係の作り方、継承の仕方っていうものも必ず変わっていくんだろうなと、そういう問題意識を持って、書いた部分、これが3つ目の読み方でございます。すいません、ちょっと時間を超過しましたが以上です。ありがとうございました。福田様ありがとうございます。先ほど事前の打ち合わせの中ではもうこれで書籍紹介いいんではないかって話があったんですが、これをさらに深めていただきたいと思いまして、今回のディスカッションとして、それぞれの3方の方から、一言ずつ説明をいただきたいなというふうに思っております。では、関様の方、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、トップバッターとして、一言申し上げます。私は1985年の年末に JICA 専門家として、タイの ONEB に派遣されまして、2年3ヶ月ほど滞在しました。今年から見ると36年前ですけれども、本を執筆したときは35年前で、そういう意味で、35年間というふうにさせていただきました。じゃあ3点申し上げます。第1点目は、当時は環境援助の黎明期だったと。で、その派遣されたとき私がそう思ってたわけではなくて、振り返るとそうだったと。で、当時はその日本で公害対策というのが一定の成果を上げて、主にアジア、東南アジアを中心に、工業化がどんどん進みまして、日本と同様の、大気汚染、水素濁等々のいわゆる環境汚染問題が顕在化してきたと、こういう時期でありました。で、それに合わせて、途上国から日本の経験を学びたいというリクエストが、JICA を中心に、日本の援助として来るようになってた。そういうところで、熟度が特に高かったタイとマレーシアとインドネシアについて、人を派遣して、対応しようということでありまして、私は特にタイに興味があったわけでも何もなかったんですけれども、なんか30歳でした、当時外国に行きたいという意欲はあって、タイに行かないかというんで、わけも分からずに、はい行きますと、独身でありましたし、外国に行ったことはそれまで、
講師含めて1回だけで2回目に外国に行ったのがタイに赴任と、今で考えると非常にすごいことだなと、大きなスーツケース1つで赴任したと、まあ、こういう時代でありました。でこのプロジェクトは皆さんご承知のように、今日後ほど登場しますけど、やっぱりモンチップさんの熱い思いでみんなが動いたと、こういうことだと思います。私も、振り返ればそうだったと。で2点目はですね、で実際に、無償資金とプロ技協でこういうセンターを作ろうと思って、簡単にできるのかなと何も分からなかったから思ってたんですけど、やってみると大変だと、いろんな意味で。まず物の考え方が違うと、タイのカウンターパートのモンチップさんを含めて、異文化のコミュニケーションというのは実際にやってみるとすごく難しいと。でデータはないと、まあ、タイ語のデータはあるんですけど、今世の自動翻訳も何もないから、もうそれを秘書に少しずつ、読んでもらって英語で理解するしかないと、まあ、こういうことから。で最も大変だったのが、まあ、こういうものを作ったらいいというマスタープランのようなものを私は作って、まあ、大使館がキーですから大使館に説明しても、まあ、大使館は基本的に冷たかったと。担当の、書記官と、総括書記官、建設省から来てた、まあ、たまたま大学の同じ学科の同級生が来たんですごくラッキーだったんですけど、それ以外は大変冷たかったと。まあ、それもそのはずで、やっぱりベーシックヒューマンニーズというのが基本であるという時代でありましたので、環境というのは重要だけど早いと、まあ、一言で言うとそういうことだったんですね。でそれを、そこの壁をどう突破するかというのがにもうかなりの精力を費やしたということで、いろんな裏技等も使ってですね、最も環境に反対した景況担当参事官をしょうがないと思わせたんですけれども、でも振り返るとですね、実は外務省の本省の方が早く世界の変化の流れをつかんでいて、私がタイで苦労していた時の1987年に、今では当たり前になりました持続可能な開発というのを提唱したブルントラント委員会の報告書、アワーコモンフューチャーというのが出たんですね。だからそれで持続可能な開発、環境と開発をうまくやるということに世界がパラダイムシフトしてた時で、実は本省の方が最後はすごく広域的で引き上げてくれた。まあ、こういうことがあって、まあ、諦めずに頑張れば道は開けるんだなというのを感じたということであります。で3点目は、まあ、環境援助というのは、まあ、タイから始まったというのは多分間違いないと思いまして、まあ、私も環境庁に戻って、もうここまで来たら最後までやるということで、人事異動、人事の人に、そういう場で働かせてくれということをやったら、まあ、当時はのどかだったんで、すぐに移動先が変わって、当時の官房国際課途上国担当というのがあって、ずっとそれからポジション変わってもタイに関わり続けてきたと。もちろん私だけではなくて、 ERTC だけに限って言うと長期短期含めて100名以上の官民合わせて専門家が関与して、で皆さんが総力を挙げてライフワークと思って頑張っていただけた、こういうことだなと思います。でそれが35年間にわたるさまざまな今後の、発展につながっていたと思います。私から以上です。生田さんありがとうございます。またいつも最初に申し上げた、最初に言っていただいた熱い思いというものを非常に感じるコメントではなかったかと思っております。では続きまして、角上様、よろしくお願いいたします。角上です。私の用意したパワーポイント。最初に私の派遣のです、ね、概要をご紹介します。ERTC ができて、最初の5年の後半に、まあ、1993年の5月から11月まで、短期専門家という形 で、 です、ね、廃棄物分野の担当することで短期専門家できました。しかし、長期専門家がいないので、まあ、短期だけど長期の仕事をしろというふうに言われたことを今でも覚えています。で実際どういうことをやったかというと、ここに書いてますように、ね、タイではオープンダンピングっていうふうに、まあ、廃棄物そのままのに捨てるわけですけど、その周り、まあ、いろんなゴミ捨て場から、いわゆる浸出水が出てくるので、それの分析をすると。さらにはですね、そのダンピングサイトの周辺の環境がどういうふうな汚染をされているかということを分析をしようというんです。まあ、そのための分析法をまず、彼らに、まあ、技術移転をして、その技術移転した分析法を用いてですね、環境調査をするということです。
さらに私、北九州市にその当時勤めてたんですけれども、GC マスを用いたビデオ有害化学物質の分析をやっておりましたので、それについても、知っていることを、PG10 をしようということ。それ以外に北九州、皆さん北九州市ってご存知でしょうけど、公害対策、公害がひどかったところなんで、その時の行政もやっておりましたので、こういう環境問題、公害対策どうすればいいのかっていう考え方などもお伝えしたと。分析に関してはですね、分析は愛だと、いわゆるラブだと、愛を持って分析しないといい結果が得られないよっていうようなことを伝えた記憶があります。で、次のスライドお願いします。実際の技術移転をするときにいろんな問題が生じるわけです。最初にまず私も初めての海外生活だったので、まずその自分の生活を安定させなきゃいけないということで、それに1ヶ月ぐらいかかりました。その後技術移転をする前に、ね、とにかく相手を知らなきゃいけない。相手の組織だとか、いわゆる習慣とか考え方ですね、あとそのカウンターパートのがどういう実力があるのかと、あとその性格はどうなんだということも前もって、いろいろ調べて知る。さらに私自身を相手に知ってもらうということをしなきゃいけない。そういうことをして、少しずつですけど信頼関係を作っていくということをしてました。そして、具体的な環境を目標設定をして仕事を進めたということ。実際先ほど言いましたように開設して3年目ぐらいだったんでですね、機材などもまだ十分にありませんでした。またあってもですね、私が実際その北九州市で使っている機材と、メーカーも違うし、いろいろそういうところでまず機械の使い方が自分自身で分からなきゃいけない。さらにマニュアルがですね、全部日本語がほとんどだったんで、それをまた彼らが読めないということで、それを英語に訳すというようなことを、そういう地道なことをやっていました。そういう形です。で、どういうふうにやっていったかというと、やはりその日本だと分析などがスムースにいくんですけども、非常に時間がかかると。ただし、私はよく考えたんです。亀になれと。亀のように一歩一歩着実に前に進んでいけばいいという形でですね、そういう考え方を自分自身でいたしました。そしてカウンターパートとに技術的な移転をしてですね、そしてそれを用いて、処分場周辺の環境調査をしたと。そこまでを、6ヶ月間で終わりました。で、最終的に報告書を書いたんですけど、それを論文にすることは、彼らが論文にすることまでを見届けることはできませんでした。次のスライドをお願いします。ということでですね、どういうことが心配、彼ら、ちょっとだいぶ時間が経ちましたけれども、ちょっと延長時間が長くなりますけれども、帰国するときにこの3つについて心配しました。1つ目は論文になってないのがちゃんと論文になるかどうか。2つ目はですね、技術移転したことが我々が教えた日本の技術が彼ら英語が得意ですから、アメリカだとかヨーロッパの技術に取って代わられるんじゃないかということを非常に心配しています。で、3番目に、彼らがですね、私が帰国した後、彼らをまたフォローするようなことができないかどうか。ぜひその JICA にはですね、こういうプロジェクトが終わった後に体系的にどっかの大学に引き継ぐなどの、そういうようなフォローアップのシステムを作ってもらいたいなと思いました。で、次のスライドをお願いします。そしてそういうようなことで、カウンターパートの、将来に心配していたんですけども、2007年にですね、私が日本環境科学会の討論会を開催する機会が得まして、民間企業から資金を得てです、ね、海外の ERTC の研究者を呼ぶことができました。それ以降、その彼らが自前のお金、自分たちのお金です、そういうものを使って毎年環境科学討論会に出るということができました。そしてそれが7年間続いて、2014年にですね、日本環境科学会とベトナムの環境科学をやっている大学だとか ERTC が協力してですね、ここに書いている ICAEC2014 という、環境科学に関する東アジアのシンポジウムを開催することができました。そして最後に万国宣言というものを出した。で、いわゆる持続可能な世界を作るために、アジアの環境科学
というものを使ってですね、汚染の情報データを取ってアジアの環境を良くしていこうと、まあ、そのために、日本環境科学会と、タイの環境科学会で今後とも協力していこうということになりました。まあ、以上です。どうもありがとうございました。高見さん、ありがとうございます。タイ ERTC の成果が引き続きつながっているということを本当に感じました。ありがとうございます。最後になりますが、田中様の方よろしくお願いいたします。田中です。私はもともと大阪府庁で、環境職として38年間勤務しておりました。で、JICA の関係で申しますと、1995年の6月から1997年3月までERTC の騒音振動分野の3代目の長期専門家として、タイに派遣されました。ちょうど福田さんと同じ時期になります。で、帰国後6年経ちまして、2003年4月から2005年3月まで、環境省に今度は出向いたしまして、地球環境局、環境協力室、環境協力専門官といたしまして、環境省の JICA の窓口を2年間務めさせていただきました。JICA プロジェクトをはじめ、ODA に関しましては、その私どもが ERTC に派遣されておりました当時から、日本国内では割と厳しい目が向けられていた時期だったなと思っております。で、そのためにそのプロジェクトに対する評価というような話題が、よく上っておりました。で、実際私たちが派遣されていた期間中にも日本の大学から先生が来られて、例えば機器の稼働率といったような指標を使ってですね、プロジェクトの評価をしようというような試みがなされていました。そういう意味で、JICA さんにはいつもその、日本社会からのそのプレッシャーというのが、かかっていたんだろうなというふうに私自身は感じておりました。で、実際環境省に今度出向いたしまして、これまで派遣される立場から、人を専門家を派遣する立場になりますと、いくつかやはりプロジェクトとしてうまくいかないものを、事例を見にするようになりました。で、その際最も大きな原因の一つとしては、専門家同士あるいは専門家とカウンターパートの人間関係がうまくいかないということがあるというふうに感じておりました。で、専門家を派遣する際に技術的専門性であるとか語学力といったものは客観的な評価が、ある程度可能なわけですけれども、人間関係の構築力といったものは本当に現場に入るまでなかなか分からないというふうに私自身思います。で、そういうことで JICA さんがそうした、失敗の分析をされた結果で、よりビジネスライクに業務をこなすコンサルタントチームに、次第に、変わっていくようになったのではないかと私自身はそういうふうに想像しておりました。この本の中で、福田さんが自分は古いタイプの専門家だということを繰り返し、述べられておりますけれども、私は福田さんはまさに技術力、語学力、特にそれから人間関係の構築力に優れたプロフェッショナルな専門家だというふうに思っております。その福田さんが数々の経験を経て、最後に PRPR に対するチームを組織されるわけですけれども、人間関係を含めて非常に困難な課題を失敗しないためにではなくて成功させるためのチームを組まれたんだろうなというふうに読んでいて思いました。そうしたチームが組織できたのはもちろん参加された福田さんをはじめとする専門家の個人の素晴らしい能力があると思いますけれども、この本の中にルール述べられております日本とタイの長い期間を通じた環境分野における協力関係の熟成があってこそだというふうにもう一方で感じました。こうした貴重な熟成の過程を今回きちんと書籍として残していただいたことに、プロジェクトの一部に関わったものの一人として私は心から感謝申し上げたいと思います。以上です。ありがとうございました。
長さもありがとうございます。まさに今宇田様にボールが投げられるような発言だったというふうに思っておりますけども、宇田様の方からあの参加者の発言を受けてよろしくお願いいたします。あの技術協力と言いますと、普通はあの日本側から途上国側に一方的に何か技術ノウハウを移転する、で途上国の方が影響を受ける、日本側は先生だからあんまり関係ない、そういうケースが多いんですけれども、このタイの協力に限って言えば、あの日本側も非常に大きな刺激を受けてきた。あの私なんか言うのはおこがましいんですけども、関さんもそのタイに行かれて戻ってこられてから、環境庁、今環境省のその中でやはり ODA の旗振りをずっと続けてこられた。でこれはやはり最初にタイに行かれた、そのそういった刺激、そういったもの自体が その後の何かを変えてきた部分もあるんだろうと思います。加藤上先生におかれても、その戻られてから環境科学会を通じて、その ERT しての歓迎を、環境をそのさらに続けていかれる、いわゆる業務会でもそういうことを進めていかれる。で田中様もその専門家を終わって帰ってきてから、やはり国際協力にもう一度関わりたいという多分お気持ちがあったんだろうと思いますけれども、この環境省で環境協力室に行かれて、やはりそういう世界中のいろんな環境協力に尽力されてきた。でこれはやはり双方向のお互いに刺激、双方向の、まあ、私本の中で書いてますけれども相互作用、そういったものが非常にあったんだろうなと思います。でそれと同時に、あのそうしたあの多くのERTC に行った専門家が刺激を受けて、でなおかつその自分の業務の外でもオフの領域であっても、そういったタイの環境協力に皆さんが尽力されてきた。でそういったものが表のその JICA の環境協力の背後にあったということは言えるんだろうなというふうに思っております。でそれが過去の話なんですけれども、将来を見たときに、あの先ほど田中様からも話がありましたけれども、いわゆる専門家がカウンターパートと関わる形式、そういったものが徐々に、どう言いますかね、近代風というかモダンというかビジネスライク、そういった形になりつつある。でそういった中でそのオフタイムの時間を使って、そういう協力信頼関係を作り、しかもそれを陰でその支援していく、そういったことがどん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 私は難しくなってきていると思いますし、あの若い皆さんにそれをすべて今まで通りこんな感じでやれよというわけにもいかないんだろうなというふうに思っています。ならそれをどういうふうにやっていくか、これはまあいろいろな話があるんですけれども、話をしだすとこれはちょっとあの言ってはいけないことにもつながっちゃうんで、ちょっとあの問題提起だけにとどめておきますけれども、やはりこれから その新しい技術協力、昔とはちょっとやり方が変わってきた、そういう中で信頼関係をどう構築して継承していくのか、これはあの全員の問題意識として、提起できたらというふうに思っております。でこれが実はセッション2につながる前振りなんですけれども、セッション2では今後の技術協力を担っていく若い専門家の方と信頼関係を結ぶべきそのタイの方とのそのセッションというふうに聞いておりますので、ぜひそこでこの問題意識を展開して進化できればというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。あの先ほど関様の話の中でも、の当初の立ち上げに本当にいろんな壁があったという発言もありました。今、福田様の方からも、まあ、我々 JICA の中で出している報告書の中における、こういうことが起きたということは報告書の中から読めるんですけども、その裏の中にある、まあ、まさにそれを目指してこのプロジェクトヒストリーを作ってるんですが、そのプロジェクトを作り上げていく上で、本当に大事なことというのが今の発言の中にも隠れているのかなということを改めて感じます。まあ、これに続けるような形ですいません、関様の方からよろしくお願いいたします。はい、じゃあ私の方からも一点申し上げます。福田さんご指摘いただいたように、もう振り返るとですね、もう大変人と人のつながりが深かったと。これは環境協力に限らず日本の援助もかつてはそういうスタイルだったんだと思うんですね。私たまたま20年ぐらい前に3年間世界銀行で環境専門家として、まあ、マルチの援助の仕事をしてまして、まあ、JICA の時に比べるとやっぱりドライというか、どちらがいい悪いではないんですけれども、もうビジネスライクの側面が当然強いんですね。多国籍ですから人も。
まあ、それに比べてその私が経験しましたタイの一連の35年間を見ても、一旦関わったらもう二度と抜けられないというか、まあ、抜けたくないということで皆さん仕事じゃなくてもいろんな形で、タイの環境のために協力をしようと、それはJICAの専門家じゃなくなっても仕事ではなくなってもそういう熱い思いが結集して35年間あったんだなと思います。ただまあ時代が変わりましたんで、私がかって勤務しておりました環境省でも、私が専門家として行くときにはインターネットもなくて、もう水杯のような感じで、盛大に送別会でちゃんと元気で帰ってこいよと、こういう時代だったわけですね。でももう今は広がったんで、どんどんビジネスライクになっていると当たり前なんでしょうけれども、でそういう中で役所もまあ民間企業も社会全体もそうなんで、その新しい時代でにふさわしいような、協力のあり方というのを、新しい世代の方がやっぱり切り開いていく必要っていただきたいなと私は思います。で私が関与したここにいる、パネリストの人が関与した時代というのは極めて日本らしく泥臭く熱い思いを持ってやってきたと、それはそれで私は素晴らしいことだと誇りに思っておりますけれども、今の時代今後の時代にどういう形がいいのかというのは今の、比較若い世代の方が新たに、ビジネスモデルを作っていっていただければなというふうに感じております。以上です。ありがとうございます。新しいビジネスモデル、なんか難しい宿題と思いつつ非常に重要な視点だと思っております。その中で門上様、タイの経験を踏まえていろんなご活躍をされていると伺っております。よろしくお願いいたします。私はERTC に行って自分自身が非常に成長したんだというふうに考えています。で、ある、環境を協力の進めという文章を書いたことがあるんですけど、まあ、環境協力もですね、まあ、自分のためにやるんだと、例えばタイを支援するということは、まあ、聞いてはそのタイが日本を支援してくれることになりますし、カウンターパートにいろんな我々が技術協力をするわけですけど、その時には当然、自分自身に語学力がなければいけないし、技術力がなければいけないし、コミュニケーション能力がなければいけない、いわゆる人間力がないとですね、やはりその人が人を教えるということはできないわけですね。で、私も派遣される前には大した小さい人間でしたですけど、まあ、半年間でですね、いろんなことをですね、自分自身でも学んだと、相手からも私も教えましたし、私も彼らから教えられたということがあるんです。ぜひ若い方にはですね、こういう国際協力みたいなことにチャレンジしていただいて、自分自身をさらに成長させて、そしてまた逆に相手にもいろんなことを伝えてですね、まあ、そういうことが日本のためにもなるし、まあ、世界の環境問題を少しでも改善する方向になると思うので、ぜひ若い人たちには そういうことにチャレンジ、国際協力などにチャレンジしていただきたいなと思います。以上です。ありがとうございます。大きな示唆をいただいたものだと思っております。最後にもう一度田中様、よろしくお願いいたします。ERTC のプロジェクトが終わりまして、あと、まあ、福田さんは秘書の関係でずっと ERTC と関係が続いていたわけですけれども、その後 ERTC と日本の関係一旦切れます。で、その頃にですね、私、環境省に出向しておりまして、当時バンコクで SCAP の会合があって、それにたまたま出張で行って、その日の夕方にその ERTC のメンバーと夕食を一緒にすることがありました。でその時にその ERTC のメンバーから PHS の専門家を送ってほしいという、短期専門家を送ってほしいというふうな要望を JICA に出してるんだけれども、ちょっとプッシュしてもらえないかというような話がありました。で、私悩みましたのは、その PHS、そのタイの中で重要だということはある程度理解しているつもりだったんですけれども、その環境省の一担当者の役割として、JICA のご担当の方にどう伝えるのか、化学物質対策というのはやはり非常に専門性が高くて、なかなか専門でない方には簡単に伝わらない。どうしたものかなというふうに悩んだときに、今回の著者の一人あります渡辺さんを
をご紹介をして、渡辺さんのところに聞きに行っていただければ、必ずその必要性やその意味合い、重要性というのを JICA のご担当の方、理解していただけるだろうということで、ご紹介した思いがあります。やはりそういう意味では、その JICA さん の、 そのいわゆる専門家の広いリストの中にですね、そういう知恵を持った人、知恵袋のリストがあれば、いつでもそういう、本当に優れた専門家をリクルートするための知恵が詰まっているのではないのかなというふうに私自身は思っております。頭ありがとうございます。我々 JICA の方にも重要な施策が次々と挙げられているように思います。まあ、まさに今それを受ける形で、実はこの本3名の著者の方に書いていただいているわけですが、3名の方の渡辺誠二様の方から少し今の今までの登壇を受けて、少し全体コメントみたいな形でご発言いただけたらと思います。渡辺さん、よろしくお願いいたします。渡辺です。私1990年から4年間最も長く ERTC に赴任していた専門家です。その間、いろんなことありましたけれども、一つですね、私が担当していた有害化学物質の環境調査との技術の移転という意味ではですね、対象が非常に多くて、なおかつ環境媒体もですね、媒体の種類も多いと、生物から土壌、大気、水と、でそういったものがまた対象とする測りたい濃度も調査目的によっていろいろ変わってくると、そういう中でどうやってこの技術を移転したらいいのかなというふうに考えたときに、まあ、2つやり方があるなと考えました。1つはですね、どこかホットスポットを見つけてですね、その調査を通してカウンターパートを鍛えて、でそこからカウンターパートに広げていっていただくというふうなやり方と、まあ、環境調査に必要な技術をリストアップして、それをですね、逐次対 ERTC の、まあ、分析分野 の組織に対して技術指定に位置していくというやり方があるなというふうに思いましたけれども、私は前者を取りました。で、まあ、そのやり方のですね、まあ、短所としてはですね、もしその教えようとしたカウンターパートの資質が適してなかった場合にはですね、なかなか成果が上がらないだろうということがありましたけれども、幸いにしてカウンターパートに恵まれてですね、非常に熱心に取り組んでくれた。でまた良かった点としてはですね、で彼女たちがですね、その成果をですね、発表するということで、さらに自立をしていってくれて、でさらに、まあ、大学新ラボの立ち上げとかですね、そういったことを通して、横に広げていってくれたし、濃度も低い濃度まで測れるようになってくれたということだと思います。ただし、まあ、そういったことをするとですね、組織に対してやってませんので、嫉妬が起きたりとかですね、なかなかあの専門家はなんか横引きしてるなとか、まあ、そういったことにもなりかねませんけれども、まあ、そういったやり方があるので、今どちらの方が適しているのかということもちょっと考えていただけたらいいのかなというふうに感じています。以上です。貴重なメッセージありがとうございます。今からちょっとあまり大きな、たくさんの時間はないんですけども、次応答の方にちょっとフロアをオープンしたいと思います。まだチャットの方含めて質問が寄せられていないところはあるんですが、何かZoom の方でご参加の皆様、実はもうすでに100名以上の方に Zoom の方には参加していただいてまして、この貴重な話の共有をさせていただいているところでありますが、何かZoom の方でありますでしょうか。ないようでしたらすいません。フロアの方に今日来ていただいております鈴木様の方から少し質問の方、ないしは全体的にまとめの形のコメントのも結構ですので、よろしくお願いいたします。前に出ていただきます。はい、お願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません、桜みたいです、すいません。私JICA の職員で今財務部におるんですけれども、2004年から2007年までタイにいたんですが、その時は実は環境の担当ではなく、帰った後で2007年から2010年まで環境管理、第一課というところでですね、
まさにこちらの方の、あの VOC の方のですね、終了時評価では関さんと一緒にあの終了評価を生かさせていただいたり、まあ、PRTR の立ち上げ等でもですね、あのまあ、あのずっと VOC から PRTR で福田さんにもお世話になって、そういう中でですね、こういう本ができているのを見てですね、非常にあの、もう全部読ませていただいて、モンチップさんのですね、若かりし頃の写真から何から全部あって、あ、こういう形でどんどんあの力強く進められてたんだな、そしてその後の専門家の方々のですね、受け継いでいくような中で、やはりその PRTR のところまでですね、できている、まあ、この、まあ、先ほどおっしゃってましたけれども、あのタイの、まあ、産業のですね、発展の、まあ、高度化、そういうの中でどういうふうに環境協力が変わってきたのかということを、まあ、ケーススタディ的にですね、捉えていただければという話もありましたが、まさにその通りだなと思って聞いておりました。ここまでコメントなんですが、まあ、一つはちょっとあの関さんにあの一つお聞きしたいんですけれども、あの今後のですね、若い方々に、まあ、新しい時代にふさわしいやり方を考えていってもらってということをおっしゃってたんですけれども、こういう場なのでお聞きしたいんですが、とはいえこの部分は古いやり方で受け継いでほしいぞというようなものがあればですね、そのものがあればちょっと教えていただきたいなというか、とはいえ私はここの部分は引き継いでほしいぞと、まあ、これはもしかしたら福田さんも同じようなところがあるのかもしれませんが、教えていただければありがたいと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあ関さんお願いいたします。はい、なかなかいい質問で、これは国際協力に限らず、現役で仕事をしている人は世代間ギャップというのを特に感じて、私もまだ働いてますので、厳しいこと言ったらパワハラだと言われるし、今ですね、で私が若い頃は厳しく鍛えてくれる人、本当のパワー変な人もいましたけど、あの思いがこもってる人はこういう人は立派だなと思って鍛えていただいたと、まあ、そういうことで世代の違いで何を伝えて何を残す、伝えないのかというのは大変難しい問題なと思うんですね。だけどもう私はもう高齢者になりまして、やっぱり人間その強い信念がないとダメだと、やり方はいろいろあるかもしれないけど、やりたいということに対して強い思いがどれだけ持続できるかと、これは時代が変わっても変わらないだろうと。あとは周辺の状況、国の状況、いろいろ変われば、知恵をどう出すかというのは、それは30年前こういう知恵でうまくいったから今もいくかどうかというのはそれは分かりませんけれども、何をしたいのか、何とかしたいというこの強い思いだと、まあ、あの次のセッションではあのこの、タイの協力のモンチップさんというのは私はもうかいつも感心するのをですね、もう35年前もいつも何かやりたいという思いがあふれてて、もう35年経って結構なお年には当然当たり前ですけどなってますけど、今も元気でいつも何か熱い思いを持っていると、まあ、こういうのは、世代を超えて国を超えてやっぱり共通なのかなと思います。以上です。ありがとうございます。まさに今あの質問の方をライブあの Zoom の Q&A を通じていただいているんですけども、日本の組織もドライになってきてるではないか、一方でタイ側の仕事文化やカウンターパートの部分も変化してきてるでしょうかという質問が来ております。まさに今、鈴木様の方からも質問ありました、新しい時代に合わせて変えていかないといけない部分、じゃあ古い時代、古いと言いますか昔の中でも重要な部分というのはまだまだ残っている部分もある、それはタイ側の中でも大きな変化が今来てるんではないかなというふうには思っています。その分についてはまさに2部の中でも、議論していただく部分ですが、この1部から2部への橋渡しとして最後に福田様の方から少し何かまとめのような形でお発言いただければと思います。タイ側で起こっている変化ということなんですけれども、これは私本の中にも書きましたけれども、私が最初に行った ERTC に初めて行った1995年、この当時にタイ政府が非常に大量の優秀な若い政府職員を欧米に留学派遣しておりました。そうした連中が2000年代に入ってどん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 戻ってきて、多くはドクターを取って帰って PhD を取って帰ってくるんですけれども、今まさにそうした世代の人間が40代後半から50代になって、いわゆるその環境のいろんな部局でいわゆる
非常に大事な重要なポジションにつきつつある。でそういう意味でいくと、これからしばらくの間のタイとの協力っていうのは、日本側がロジカルで説得力を持って非常に協力をするならば、ものすごくやりやすい環境になってくるんだろうなというふうに思ってます。ですからそのメリットというかアドバンテージをぜひこれから先の10年20年生かして、若い皆さんにはよろしくお願いしたいというふうに思ってます。田様、最後に熱いメッセージありがとうございました。発言の中では JICA に対するもの、これから協力に携わっていく皆様に対する非常に重要なメッセージも含まれていたのではないかと思います。まだまだ話を伺いたいところではあるんですが、時間もありまして、とりあえずここで最初のパネルディスカッションの方を閉じさせていただければと思います。今日は参加いただいた4名の皆様、専門家の皆様ありがとうございました。皆さんありがとうございました。続きまして座談会、日大環境協力における信頼関係の構築、若き専門家の視点からに移らせていただきます。なお座談会は英語で行われます。会場にお越しの方は同時通訳のレシーバーの位置で日本語の音声に設定できます。オンラインでご参加の方は画面下に同時通訳のボタンがありますので、言語を選択いただければと思います。モンチップ様、デチャ様、岸田様、カメラオンでお願いいたします。座談会のモデレーターは JICA 地球環境部水資源グループ水資源第二チーム主任調査役の大塚隆弘が務めます。大塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、どうもご紹介ありがとうございます。私は大塚と申します。セッション2のですね、司会をさせていただきますしております。多分この今回のプロジェクトヒストリーの本を読んだ方はですね、ご存知だと思いますけども、モティブさんは JICA と ERTC のですね、創立からずっとですね作業をしております。モティブさんもですね、日本タイとですね環境教育のですね母と呼ばれております。レッチャさんは産業のですね大気汚染についての専門家でして、30年以上のですね経験がありまして、産工業省ですね、産工業省の方でですね勤めていらっしゃいます。デジタさんの方ではですね、このエコインダストリータウンのですね政策に関しましてですね、これを送信してきております。福田さんのですねソウルメイトでもあります。高橋さんですけどもですね、ケミカルマネジメントのですね、あとは JICA のですね VOC と PRT に関しましてですね、キーパーソンとなっておりまして、そうですね、若い専門家という形の観点からお話をいただきます。あと岸田さんですけれども、日本のコンサル会社でですね、アバンですね、あとスマートシティのですね開発についてタイの方でやっておりまして、そしてですね次世代のですね専門家としましてですね、新しいタイプのパートナーシップということでお話をいただきます。今バンクにいらっしゃいますので、そこからですねご参加いただいております。ではセッションを始めたいと思いますけれども、まず最初にタイからのスピーカーの方にお願いしたいと思いますけれども、日本とタイのですね環境協力に関しましての背景ですね、そしてですねこの協力がどのような形でですね成功に返されたかについてお話しいただけますか。そのタイ側の観点からですね教えていただけますか。期待値、あと将来に対しますですね期待値はどうかというところですねお聞きしたいと思います。まず最初にモンティプさんの方でですねお願いします。ではですねお願いいたします。メディ様の方のですね試験の方ですね、あと日本に関します、まあ、印象とかですね特徴といいますか、これについてお聞きできればと思います。あ、こんにちは。本日はですね、ご紹介ありがとうございます。私の方から私のこと自己紹介になりますけれども、これですね議会のですねのですね議長をやっておりまして、あとタイのですねカウンセラーもやっておりまして、あと同時に、環境公社ですかのですねを務めております。バンコクからですね、ですねちょっと
話しますけど、今回こんな形でですね、日本のですね、協力がありましてですね、発刊記念会にはですね、非常に参加していただきまして、非常にありがたく思っています。35年のですね、人とのつながりという形でセミナー参加していただきまして、非常に感謝しています。今回もですね、こういう形でですね、私の方で、得た経験ですか、これをと言います。今回ですね、環境のリサーチとトレーニングセンターですね、ERTC ですね、これについてのですね、お話をいたします。あとはですね、ERTC、あとですね、環境、タイのですね、天然資源環境省の話をします。ERTC ですけども、30年周年になりまして、そして ERTC 自身が、国際的な協力関係、日本、つまり日本とタイのですね、一つの象徴になっておりまして、これがですね、1992年にですね、ローンチされました。これに関しましては、モジブリ・シティントンですね、陛下、各家の方がですね、参加していただきました。今回のですね、ERTC のですね、成功に関しましては、技術的なですね、協力、つまり、2つのですね、友好国、日本とイギリス、日本とですね、タイの間でですね、行いまして、そして複数のですね、要素があります。今から思い出すと、やっぱりですね、学びがあると思います。まず最初に、そして大事なのはですね、このプロジェクトのですね、コンセプト化ですけども、タイのですね、環境問題というのがあって、これ非常にですね、大きな変化がですね、社会ですね、経済的な変化を受けてですね、環境問題が出てきました。その産業化ですね、これにつきましては1960年代にですね、工業が始まったわけですが、その際にですね、伝統的なですね、農耕といいますか、ここに関してはですね、いろんな変化が出てました。そしてですね、環境的なですね、ところがですね、問題点が解決されずに残りました。そして非常にですね、深刻化したわけです。プロジェクトはボトムアプローチで行われました。これは非常に重要なのですが、日本ではさまざまな環境に関する教育、そして研究所などが設立されました。例えば、筑波にある、環境研究センター、そして所沢の環境科学国政センター、そして当時は環境庁から2人の専門家、秋山隆一教授、そして関総一郎様を派遣していただき、そしてタイにおける環境問題を調査してきました。制度、対策、そして監視システム、そしてタイにおける環境研究制度について、そして ERTC のマスタープランがそこからこの2年間の作業を経て、この2人の専門家によって作られました。この環境問題に関しては政策、そしてこの良いガバナンスというのが重要であることが分かりました。まず最初のプロジェクトとしましては、タイ、そしてタイのカウンターパート、日本の専門家が協調して取り組みました。これは非常に重要なことで、このカウンターパートからの引き継ぎもキャパシティ向上も含まれまして、実際に行われた際には両政府の高官からもこのプロジェクトにおけるメリットをしっかりと理解した状況で進めることになりました。これはタイだけでなく ASEAN 諸国においても同様でした。日本の環境省、そして JICA がこのような貴重な支援をしていただくことに感謝したいと思います。そして全てのJICAX から派遣された専門家、そして日本の前環境省環境大臣、そして渡辺様がに貴重な支援をいただきましてありがたいと感じております。
これらを通してお互いに信頼関係を作り、カウンターパートと良い関係を築くことによって、この ERTC も大きな成功を収めることが、まあ、家族としてファミリーとして成功を築くことができました。ありがとうございます。モンティさん、ありがとうございます。次はデシャ、ドクターデシャップにこのインサイトを共有していただければと思います。では私の自己紹介をしたいと思います。このプロジェクトに関わりまして、このプロジェクトはタイ側のニーズがありました。より、産業や、そして生活水準の変革により複雑化する汚染物質に対面するタイ側の要請により、この日本とタイの技術協力プロジェクトとして開催されました。これはセンターを立ち上げるだけでは不十分です。ですので、この PRTR プロジェクト最初のフェーズとしましては、このソース分類など、そして放出流の推定方法などに取り組みました。そしてタイのカウンターパート、そして実務レベルや管理レベルにおいてのキャパシティビルディングが役に立ちました。多くのセミナーミーティングが実施されまして、でタイで実際何が行われているのかをこの PRTR について伝えました。このタイではこのスキームに関して馴染みが薄く、これを当初進めるにおいては難しいタスクではありました。ただ、まあ、タイ側でも、まあ、特に工業省ではこれに関しての知見もありませんでした。でここでは、まあ、最初の部分ではリスクコミュニケーションを実施したり、そしてスタッフの経験もまだ未熟でありました。そしてプロジェクトを運営する能力はありませんでした。ですのでプロジェクト当初ではこの日本の専門家に、まあ、このプロジェクトの進行をお願いいたしました。福田様のおかげで辛抱強く我々とも対話していただき、まあ、公式非公式の場でやり取りをして、そしてタイのカウンターパートでこのプロジェクトのメリットを強調していただきました。まあ、このマップと機器を契機にお互いさらに協力を強調して、そのお互いに信頼する関係も
できました。そしてこのプロジェクトもうまく進行し、そして高橋様も経験やノウハウのサポートをしていただきました。これがこのプロジェクトのキーとなる成功です。これによってタイ側のニーズを満たすことができまして、そして専門家とも一緒に取り組みすることができたことが、これが成功の鍵となりました。そしてタイ側のこの公共、そして工業、そして政府のキャパシティビルディングにも貢献していただきました。そしてこのプロジェクトの2つ目のフェーズとしましては、この持続可能性を目標とし、このデータを持ってこのデータベースシステムを構築しました。そしてこの公、こういったデータベースは公にもアクセスすることができましたが、これでは不十分でした。ここでさらに努力を重ねてシステムを開発し、より活用されるようにして、そうすることで民間もこれを利用して調査研究を行ったり、これを使用してこのリスクコミュニケーションなど、まあ、これが、まあ、このプロジェクトを率いる上では重要でした。この PRTR システム、というのは、この我々がもう30年近くやってきた取り組みをより利用しやすい形にして、そしてタイの関連省庁とも協力して進めていきました。現時点ではこのタイの国家プランにももうすでに組み込まれております。この新しい世代の専門家にとっては、この個人的な関係が非常に重要であります。この良い、よく計画されたプロジェクトでも、この専門家同士の関係が欠落していれば、遠隔な運営というのは望めません。のでここが、まあ、特に若い人たちにお伝えしたいことです。タイでは、多くの科学者、エンジニアが、このタイ国内、もしくは海外から卒業して、こういった分野で活躍されております。そして、新しいプロジェクトにおいては、
まだこういった支援、メンターシップというのが必要です。で、サポートをしていただいて、そしてプロジェクトを回していく支援が必要です。で、ここで、協力をして、環境問題をさらに前進して、この環境を、大切にしていく必要があります。皆さんありがとうございます。あ、デジタルさんありがとうございました。タイのですね、カウントパートの方々からですね、知見をいただきました。日本とですね、タイとの協力関係をですね、長い間ですね、非常に好まれておりました。今からですね、日本の2人のですね、専門家からですね、言葉をいただきまして、日本とタイのですね、次の世代のですね、環境に対します協力ですね、これにつきましてどうでしょうか。日本、タイとのですね、こういった協力関係におきましてですね、なんか出会ったですね、難しさといいますか、こういった点があればですね、共有いただければと思います。高橋様。自己紹介とですね、そしてインサイトをですね、知見の方ですね、いただければと思います。大塚様、ありがとうございます。今回このですね、私のですね、経験というものをですね、タイでの経験というものをですね、共有させていただきましてありがとうございます。あとモンティプさんですね、ナルビンティプさん、ありがとうございました。まず最初にですね、私の経験の方からですね、ご紹介したいと思います。まず最初ですけども、私、あ、こう、すいません。これはですね、日本の環境省のですね、スポンサーの持っておくれ、これを行いました。私の方では、これをですね、後その後ですね、タイの方でこれを実際にですね、作業することになりました。その時にはですね、国際社会においてどうやって作業するかということにはちょっと私の方は検討つきませんでした。私の方でですね、 OECD の PRTB のですね、まず最初にですね、2002年にですね、アサインされまして、これが最初の時、これ私のですね、海外の最初のですね、出張になりました。実際にこれは私の2回目になります。そして幸運にもですね、最初はですね、タイでありました。これは私の友達とですね、大学の友達とですね、旅行したわけなんですけども、そしてですね、2003年で VOC のですね、プロジェクトに参加しました。そして PRTP2 ですね、このプロジェクトに参加しました。これは2011年以降になります。これが、ここにですね、下にですね、表がありますけども、これ私のですね、経験ですね、が書いてあります。これ JICA ですね。ここにありますように、経験と、タイの経験としましてはですね、タイとベトナムだけですけども、これはですね、ケミカルですね、化学物質とですね、環境に関します、環境管理といいますか、これが私の経験になります。私の強さ、強みといいますか、これは、国際的な会議論をですね、日本でですね、国際関係とかですね、あと JICA のですね、ポジションに探しました。それがですね、私の下地になっております。ではですね、メインのトピックですね、トラスト、信頼のですね、構築に行きたいと思います。特にですね、新しい、特別ものはありません。PRTR のプロジェクトに関しまして、VOC の方のですね、プロジェクトが開始されましたときに、私のですね、CP に関しましては、これはですね、DAW と IAT ですね、の方に関しましては、私と同じ年齢の方がですね、カウントパートでした。ですね。はい。もう少しだけ年長という形でした。奥田さんの方は、おっしゃったようにですね、ほとんどの方に関しましては、博士号のですね、学位を持っていらっしゃいまして、そしてですね、いくつかの経験並び知識をですね、VOC に関しまして、持っていらっしゃいました。これはタイでのですね、そういうような経験値をお持ちでした。私の方ではですね、彼らから非常に多くのものを学ばせていただきました。単にですね、牛的なことだけではなくって、同時にですね、考え方ですね、あとはですね、ワーキングスタイルといいますか、作業形態形式といいますか、という形で学ばせていただきました。ですから私の方でですね、気をつけたことはですね、彼らのですね、誤解しないようにした。つまり意図とかそういったものをですね、誤解しないようにしました。努めました。そして、
私はさらにですね、彼と一緒にですね、さらにですね、仕事をですね、さらにどんどん続けていたわけですけども、その中でですね、私の知見といいますか、こういったものをですね、私の経験からですね、そのですね、国際的なですね、議論ですね、これ日本でやったわけですけど、そういったものを生かしてですね、やってきました。それをですね、まあ調整してですね、タイの状況に合わせるような形にしました。それによってですね、プロジェクトのですね、まあアウトプットが出るようにしました。これですね、エビデンスベースで、エビデンスに基づいたですね、形でですね、作業していったわけです。そういう形でだんだんとですね、その信頼関係が構築されていきまして、お互いに構築されていきまして、そしてですね、来月に向けて作業していったわけです。そのですね、まあ、背景、背後にあることですが、こういったものをですね、よりですね、私のこの本の背後にあり、中身といいますか、そういったメッセージです。こういったものをですね、当然私の方でも理解 した方がいいと思います。それによってですね、タイの方でですね、そういったものの裏側のことといいますか、そういったものをですね、行間を読むんで理解できればですね、さらにですね、今後、タイでのです、ね、作業に生かせるというふうに、私は思っております。ありがとうございます。高橋さんがおっしゃったようにですね、日本でのですね、若きジェネレーションといいますか、が一緒に今、そのですね、エクスパートとそのカウントパートといいますか、そういったですね、レッテル貼りといいますか、それを超えてですね、作業していくという形になります。あと、菱田さんの方でですね、日本とタイのですね、新しいタイプ、スタイルのですね、協力ということでお話をいただきます。ではですね、知見の方をですね、共有いただけますでしょうか。聞こえますでしょうか。どうもありがとうございます。特にですね、マテリアルといいますか、資料はありません。ただ今、新しいタイプになるかどうかということがちょっと分かりませんけれども、実際には、私はですね、環境の専門家ではないわけです。私はですね、アバン開発といいますか、あとはですね、エコのですね、スマートシティといいますか、エコのですね、看護師というですね、こういう感じで、ですね、今すべてにおきましてですね、環境的な側面といいますか、これは必ず必要になってまいります。どのですね、プロジェクトにおきましても。で、私が今年で、今、これ、今年で4年目になりますけれども、タイの方にですね、こちら今、ベースを置きまして4年目になるわけですけれども、まあ、幸運にも、過去の4年間に関しましては、いろんなチャンスがあって、そこでですね、タイのチームの方に参加できました。そこでは日本人のですね、専門家、私一人になっています。そこでですね、タイの、まあ、省庁の方で、私の方が一人でですね、今、参加しております。そこでの経験ということで言いますと、それによって私の方でいろいろと考えました。例えば、どのような形でですね、このエントプレナーシップと言いますか、タイのコンサルタントで、タイのカウンターパートの方と一緒にですね、どういう形で、まあ、企業家精神といいますか、こういったものをですね、どういう形でですね、自分で、まあ、開発するかということで勉強してきました。非常にですね、彼らの方は沈没強くですね、我慢しておられました。いろんな議論をしたけども、私の方ではほとんど理解できてない部分があったんですけども、ただ私の方はですね、経験といいますか、こういった意見をですね、私の方にですね、まあ、可能な場合はですね、英語で話をかけていただきました。ただ私まだ若いですけれども、非常にですね、手伝っていただきました。私の方ではですね、彼の方、まあ、タイのですね、まあ、研究、勉強になりますので、今ですね、タイ専門のためにですね、まあ、勤務してますけれども、私の方はタイコンサルタントの方でやる場合ですね、タイ語でですね、最終的にはやらないといけないんですけども、従いまして、最終的なですね、アウトプットを出すまでに当たりまして、我々はチームとしまして、そのチームメンバーの一人としましてですね、タイのコンサルと一緒に作業してまして、そしてまあ彼らは当然で、私の方では彼らを信頼してますし、そしてですね、こういうアウトプットを出すことに関しましてですね、信頼しておりまして、一つのですね、結果として、まあ、コンサルのチームのですね、結果として一つのものを出していくということで、今作業しております。ですから、まあ、私のまあ経験を通じて、で考えたことはですね、多分過去においては、まあ、特に日本ですね、環境問題に関しましては、日本で、まあ、最初にですね、そういった経験をしたわけです。で、我々の方で、こういったですね、まあ、経験というものはタイとまず経験、まあ、共有しようとしたわけです。技術的なシステムにおきましても、
このフォーマットがありますけども、我々のまあ関係というのが、先生と生徒という関係ではあったわけです。つまり最初がですね、日本がそういう形を経験したからです。ただ我々の世代におきましては、共通のですね、問題といいますか、こういったものを同時にですね、経験しているわけです。ですからですね、同じ、イコロのパートナーであって、これを一緒にですね、解決するという立場になっております。ですから本日ですけどね、皆さんとですね、こういう形で議論しまして、どういう形でですね、イコールパートナーといいますか、そしてですね、将来のプロジェクトに参加できるかということを、議論できてですね、光栄に思っております。ありがとうございました。岸田さん、ありがとうございました。このセッションの最後になりますけれども、私の方から日本のですね、専門家の方に質問があります。そこでですね、タイのですね、カウンターパートの方にですね、質問があると思います。まず石田さんの方からお願いしますけれども、すでにですね、質問の方を出していただいたと思いますけれども、もう一度ですね、モンティブとデジタルの方にですね、質問していただけますでしょうか。ですね、この本ですね、これを読ませていただきましたけれども、モンティブさん、リッチャーさんの方で非常に多大な努力をされたと思います。非常にですね、エネルギーにですね、満ちたですね、方々だと思います。こういった新しいですね、機関といいますか、こういったものをですね、作って、そして他の方々からのですね、省庁からですね、サポートとか理解を得るということは、非常にですね、大変な努力が、とエネルギーが必要だと思います。今、現状ですね、我々の方でいろんな問題点に直面しているわけですけれども、これ非常に複雑でですね、多方面にわたるといいますか、クロスセクショナルになりますと、いろんな方がですね、これに参画いたしますので、皆さんの経験にお聞きしたいんですけど、何がですね、大事か。つまり、その問題点をですね、いかにですね、新しいものに関しまして、こういったものをですね、想定しですね、想起し、そしてね、特に、他のですね、組織にとかですね、地位というのは、ポジションにいらっしゃる方に関しまして、どのように理解していただきですね、協力を得るかということ、これにつきましてですね、何が一番大事かということで、何かアドバイスがあれば、ぜひ、お聞きしたいと思います。お願いいたします。この質問に関しましては、モティブさんの方でお願いできますか。ご質問ありがとうございます。一つ言えることはですね、非常に、いろんな方がですね、そんな組織体とですね、が関係者がですね、参加しています。例えば ERTC で行かしましても、ここでですね、リサーチですね、この機関の、ネットワークですが、こういったものをですね、公式したわけですけども、なので、今ですね、LINE をですね、設定して、そこでですね、多くの組織といいますが、こういったものをですね、招待して、我々とですね、協議するという形で、それによって、そういったね、LINE を通じてですね、そういったお互いにですね、情報交換するということで、我々のネットワークをですね、研究者のネットワークありますので、これを使いまして、皆さんがですね、どういった動きになっているかということを知ることは非常に大事です。あと ERTC におきましても、彼の方にですね、一応最新のですね、リサーチですね、キャパのですね、構築がどうなっているかということに関しまして、シェア共有してますので、そういう形で、いかなる情報でもですね、こういったものを提供できてもあれば、そういったものをですね、出して、それをですね、彼らとですね、コミュニケーションを取っております。あと一点、我々の方に信頼していただくためにもですね、つまりパートナーであるということをですね、強調してですね、信頼関係を構築いたします。こういったいろんな関係、構成関係の中にまして、いろんなですね、例えば中国のですね、アカデミーですね、学院といいますか、あとスウェーデンの方のですね、省庁といいますか、エージェントといいますか、いろんなたくさんのですね、そういう主体がですね、入っておりますので、あと情報もですね、提供をいただいております。そしてですね、ウェブサイトを使ったりですね、あと LINE を使ってですね、こういったものを共有しておりますけれども、ですから、彼の方でですね、できるものを共有していっているわけです。ですから、もし、我々の方はですね、一緒にですね、作業する、フレンズ、友人であるという形ですね。あと、専門家に関しましても、やはり彼らの方でも、我々に立ってですね、助けてもらえると思います。やはり、我々の JICA のですね、専門家と過去にですね、一緒に作業してきました。あと、将来に関しましても JICA の方で、
ね、ご存知のように、たくさんのですね、施設センターがですね、過去にですね、JICA の方で提供していただきました。例えば、インドネシアとか中国とかですね、あとメキシコにもですね、提供されてきました。非常にたくさんの国々にですね、こういったものを提供してきましたけども、ただですね、我々お互いにですね、その国で何やってるかと言いますか、それについてはですね、お互いに学ぶですね、ことができなかったわけです。ですから、将来ですね、JICA さんの方ですね、まあ、コンファレンスと言いますか、こういったものをですね、やってもらって、そういったセンターでね、一緒にですね、一度に会する場をですね、作ってもらって、そうですね、ERTC の方で JICA の方、皆さん来ましてですね、JRTC でやりました。で、いろいろ協議しているわけです。例えば、インドネシアとか中国とかですね、という形でですね、派遣されてますので、ですからですね、議長となってもらってですね、いろんなカートパーダー同士がですね、新しいですね、テーマにつきましてですね、こういったものをですね、お互いにですね、学べるようにしていただければというふうに思います。今はですね、このサステナビリティといいますか、こういったものがですね、持続可能性といいますか、こういったものは環境だけでなくって、あと他にもですね、経済的な面でも、あと社会的な面でもそうなんですけども、こういったものをですね、そういった持続可能性といいますか、こういったものをですね、やっています。その SDG ですね、SDG の方がですね、発表されましたので、ですから我々のですね、リサーチもこういったものに関しましてもですね、より注力していくことが大事だと思います。これ非常にですね、将来的には大事になると思います。まあ実際ですね、まだいろいろ回答はあるんですが、他にも質問ありますよね。ひょっとしたらまたERTC の方で日本と何を取り込まなきゃいけないのか、また追加の話もできるかと思います。モンティープ博士ありがとうございます。もうすでに、6時となりましたので、あと5分以内にこれを終了したいと思います。もう少々あと2分よろしいでしょうか。あと2つ日本側にも提案したいと思います。前回の会合ではタイの内閣で5月17日に JCN 共同クレジット機構を承認しまして、タイに対して23億バーツのこのクレジット機構を承認しました。日本でも低炭素テクノロジーをタイの民間セクターに導入しようと持ち込もうとしております。現在これらの測定に関してもまだ今後キャパシティビルディングとしてこの国際的、そしてまあそういった取り組みで協力が特にできるのかないかなと思っております。 ERTC と日本側でこういった協力関係ができると思います。2つ目は ASEAN 諸国です。タイではこのエコ工業団地というのを立ち上げ、この時は何千万バーツがすでに予算として割り当てられました。東京の日本経済新聞のコラムにも載りましたが、この工業開発プロジェクト、例えばこのタイの経済回廊なども含まれておりまして、この中にはバイオテクノロジーを使ったバイオプラスチックの開発、そしてこれらの再利用システムなど、あと他にはこの物質コストのこの処理テクノロジーなどもありまして、これらについての分野についてもぜひ協力したいと思っております。この近い将来 JICA の方でまた支援ができることをご期待したいと思います。ありがとうございます。最後に残り1分、高橋様から、そしてリチャード様からコメントをお願いします。高橋様、質問でもよろしいです。デシャの質問ですが、このタイのエコ産業開発における経験というのは ASEAN 地域にも広げることができると思います。意見をお聞きしたいのですが、
皆様の経験から重要なメッセージは何でしょうか。そしてこの日本とともにこのタイの経験をどのようにして ASEAN 諸国に普及させることができますでしょうか。このエコ産業事業を他の ASEAN 諸国、例えばベトナムなどに普及させるには、まあ、念頭に行けなければいけないこととしては、タイのエコ産業っていうのはトップダウンの決断でした。この省庁が協力してこれらエコ産業を立ち上げました。これによって、まあ、問題をこのマッタプータ危機のような問題解決できると考えたわけです。ですので内務省や天然資源環境省や工業省、そしてこれらの大臣が集まってこれらの工業地帯での汚染地帯を対処することにしました。これらの目標としましては、この地域がお互いに気持ちよく生活を送れるようにしなければいけないという気持ちがありました。これらは政府のトップダウンのポリシーの目的でもありました。ただタイにおける工業の開発っていうのが、この経済セクターに対しては適切なものが見つかりませんでした。もし我々の経験を ASEAN 諸国に広めるとなった場合、すべての国々にもそれぞれのアプローチがあると思いますので、そこは注意する必要があります。タイの状況っていうのは、ベトナムよりもより深刻でした。なぜかというと、この公害のレベルっていうのがベトナムより高かったからです。より複雑な汚染物質なども今はあります。ですので、もし、こういった公害対策を支援するというのであれば、例えば EAP など、まあ、あらゆる指標などを作り、それをもとにエコ産業を作っていく必要があります。これは工業地帯の中の取り組みでもありますが、このエコ産業パークというのは、まあ、このコミュニティ作りも必要で、これは容易な取り組みではありません。ですので状況としては各国異なります。それぞれの国においてこのプロジェクトをしっかりと
精査していく必要があるかと思います。それが私の、皆さんへのキーメッセージです。そしてタイ側としましても、日本とも協力して、我々の経験というのを近隣諸国にも広げていく支援をしたいと思っております。ありがとうございます。Thank you so much, Dr. デチャ教授、ありがとうございます。そして今日のご参加ありがとうございます。日本とタイの環境協力が発展していく中で、この日本が経験していたことを伝える形から、共通で抱える課題に一緒に取り組む形に変化していたと感じます。ですので、今回の参加者パネリストの、意見大変感謝しております。今日のセッションはこれでクローズしたいと思います。ありがとうございました。セッション1ではプロジェクト専門家の熱い思いが壁を乗り越えて信頼につながっていたと思います。今時代が変わり、その思いを新しい世代につなげていくことが大切だと思います。セッション2では対側からのネットワークや関係性の重要性を投げかけられました。これから SDGs 等の新しい協力にも重要なメッセージであると理解しました。改めて本日のセミナーを受けて、この本書を読み直していただければと思います。それでは、これを持ちまして、プロジェクトヒストリー日体環境協力、人と人の絆で紡いだ35年出版記念セミナーを閉会とさせていただければと思います。